さて、キャンプに戻ってきたはいいが、休息前にフリッツたちの様子を見ておくか。まさか白銀の先行アレクサンドラ様。妙な二つ名で呼ぶのは勘弁してくれ。あ、申し訳ありません。今ほとんどの兵がテント内で休んでいまして、本来一人ずつご挨拶させたいところですが。いや、いい、英気を養ってくれ。純白の戦女神アレクサンドラ様ですか。いや、ただのアレクサンドラだ。あなたがいるということは、今回の作戦勝利は確定ですね。そんなことはないと思うが。私はもう誰の死も見たくありません。何とぞよろしくお願いいたします。ああ、期待に添えるよう誠心誠意尽力するさ。ああ、アレクサンドラ。どうした、何やら嬉しそうだが。ええ、先ほど商人と交渉したところ、安値で武器の融通をしていただけることになりましてね。それはありがたいな。はい、それであなたは何を。いえ、顔に書いてありますね、例の傭兵を探しているのでしょ。ああ、キャンプ内にはいるでしょうから、ごゆっくり。わかった、行ってくる。これは白老将様。フリッツという傭兵ですか。ああ、そのものならキャンプ内にいた気が。ただもう一人は。そこのお嬢さん、卵カツサンドお一ついかがかな。卵カツサンドだと。おお、おお、悪いが、任務中なので財布を持っていなくてな。そうかい、なら仕方ないね。私はなんて愚かなのだ。戦地に赴くだけかと思っていたが、こんな出会い二度とないかもしれないのに。 お嬢さん、そんなに落ち込まないでくれ。こっちも商売なんで商品をあげることはできないが、レシピは教えてやるからさ。本当か、感謝する。あ、ほらよ。何をしているんだ。見ればわかるでしょ、商品を物色してるのよ。間違っても盗みなど働くなよ、赤猫。はいはい、心配しなくてもバレないようするわよ、白犬。貴様。そんなことよりいいの、なんとかっていう傭兵探さなくて。珍しいな、お前が気遣ってくれるなんて。だって白犬が助けたお礼として、ここの商品全部買ってもらわないと。何をバカなことを。命はお金じゃ買えないでしょ、それくらい当然よ。まったく、お前というやつは。フリッツか。元気そうで何よりだ、アレクサンドラさん。はい、おかげさまで。もう一人の傭兵は。ああ、クルトですか。あいつはここにたどり着く前に。そうか。俺たちは傭兵なので、こんな日が来る覚悟はしてました。ただ、ただ
あいつの認識票をどこかで落としたらしく。認識票、個人情報を記したタグのことか。はい、それだけでも遺族に届けてやりたくて。キャンプに来た時まで持っていたのは覚えているのですが。よし、了解した。私が探そう。いや、それはさすがに。大丈夫だ、心配するな。ひとまず周辺を探してみるか。キャンプに持ってきたとは言っていたな。死んだ傭兵ちゃんの遺品探しですって？あはは、相変わらず元気だけが取り柄の白犬は無駄働きするわよね。ふん、まるで働かないどこぞの赤猫よりマシだろう。ワンワンうるさいわよ、白犬。キャンキャンわめくな、赤猫。おや、お嬢さん、やっぱり卵カツサンドを食べてくかい？いや、すまないが、認識票の落とし物はなかったか？落とし物はないかな。どうせなら、新しいタグでも買っていくかい？そういうことではないんだ。ありがとう、失礼する。これは白老将様、傭兵の認識票ですか？私は存じ上げませんが、老将様たちがいらっしゃってからここに出入りした者はいませんので、おそらくキャンプ内にあるのかと。亡くなった傭兵の遺品探しですか。相変わらずあなたという人は退屈しませんね。それは褒め言葉と受け取っていいのか。どうでしょう、少々自分でも判定しかねているところです。なんだそれは、おかしなやつだな。あなたがそれを言いますか。認識票ですか？申し訳ありません、俺にはちょっと。テントの中の奴らに聞いてきましょうか。いや、いいんだ、休ませてやってくれ。クルトという名の傭兵の形見ですか。遺留品に関しては分かりませんが、その名を叫びながら泣き崩れていた男なら、そこの広場で見ましたよ。そうか。その傭兵も、もっと生きたかったでしょうにね。ああ、そうだな。これは認識票か？クルトと記されているな。こんな近くにあるではないか。フリッツのやつ、明るく振る舞ってはいたが、よほど気が動転していたのだな。早く渡してやろう。さて、フリッツのところに戻るとするか。明日は何人の兵がマナに帰るのでしょう。帝国だけではなく連邦側も。私は課された任務を全うするだけだ。あ、アレクサンドラ様、先ほど最小様と赤老将様がテントに入られました。よかったらご一緒に。いや、いい、急いでいるのでな。やあ、
今日はいい商売ができたよ。帝国の宰相様ともお近づきになれたしね。これはありがとうございます。もうなくすんじゃないぞ。はい、クルトの遺品いつか必ずシルベイアの妹さんに渡してみせます。シルベイアの？そうか、彼は連邦の出身だったのか。はい、もともとは連邦兵士官だったんです。だけどこの戦争で早くに両親を亡くして、妹さんとの生活を守るために夢を諦め傭兵を、それが連邦兵に殺されるだなんて、こんなのってあるかよ。フリッツ、でもアレクサンドラさん、あなたに出会えてよかったです。きっとあいつもそう思っているはずです。本当にありがとうございました。こちらこそありがとう。アレクサンドラさん、ひどい顔ですね。ああ、フリッツに仲間の遺品を渡してやったところだ。そうですか。どうした？ああ、いえ、遺品というものはただの慰めにしかならないかもしれません。ですがそれがあるからこそ前を見続けることもできます。私のようにね。アウグスト、余計な話をしました、すみません。アレクサンドラ、明日はいよいよ砦の攻略戦となります。今日はしっかりと休息を取ってください。ああ、分かっている。我らが帝国軍のためにな。ええ、では私はここで。ああ、また明日。いつまで続くのだろうな、この戦争は。 Thank you.